シルベルマンのヘリオスタットヘリオスタットとは、一枚の平面鏡で太陽からの光を地上にある特定の方向に反射する装置である。太陽の観測においては、一枚の反射鏡で反射した太陽光を観測装置等のある特定の方向に導くときに使用されている。また、多数の平面鏡で反射した太陽光を特定の位置に集めるようにしたものが、 太陽熱発電施設で使用されている。スグラーフェさんでのヘリオスタットヘリオスタットにつながる発想のもとは17世紀には存在しており、ロバート・フックなどがそれを考えていたとされる。ジョバンニ・ニボレリはアカデミア・デル・チメントで行われた高速の測定実験に触発され、一枚の鏡で光を反射させる装置における配置を分析した。これが ヘリオスタットの設計の基礎となる権利の最初の考察であるともされるが、ボレリはそれを出版していないため、その後のヘリオスタットに与えた影響は見られない。実用的なヘリオスタットを最初に発明し、それを公にしたのは、ライデン大学教授のウィリムス・グラーフェ・サンデでベストセラーとなった著書、実験によって確かめられた自然学の基礎の1742年刊行の 第3版にその記述がある。スグラーフェさんでは自身が講義で教授する工学の理論を実験によって明示するためにヘリオスタットを作り上げた。スグラーフェさんでのヘリオスタットは著書を介して図解や理論は多くの物理学者に伝わったが実際に作られたものは多くはなかった。駆動部である時計仕掛けと鏡部を別々に仕立てて 次手で連動させるというスグランフェさんでのヘリオスタットは調整が容易ではなかったので、その後様々な改良が試みられた。ジャック・シャルルは時計仕掛けと鏡を一体化させて調整作業を合理化し、エティエン・ヌ・ルイ・マリュスがさらにそれを改良した。パリの発明家、アンディ・ガンベイは大幅な小型化を実現したが、最も成功したのはフランスの物理学者。 ジャンティエボー・シルベルマンが設計したヘリオスタットで小型な上に単純で高価でもないことから欧米に広く普及した。さらに装置としてのヘリオスタットを発展させたのがフランスの物理学者レオン・フーコーで堅牢で物理的に無理がなく鏡も大きく調整が容易なものを開発した。その後もアイルランドの物理学者ジョージ・ジョンストン・ストーニーや ドイツの技術者ルドールフ・フースが小型簡便なヘリオスタットの高性能化を行い、ある程度普及した。ヘリオスタットは19世紀に入る頃から多く作られるようになり、伝統の実用化によって明るい人工的な光源が容易に利用できるようになる1880年代まで安定した明るい光を必要とする実験や機械、教材によく利用されていた。 伝統が普及した後も、ヘリオスタットがすぐに伝えたわけではなく、19世紀後半に建設された多くの実験室や教室で、窓の外にヘリオスタットが設置されていた。ヘリオスタットという言葉はギリシア語で太陽を意味するラムダヨタと、静止や固定を意味するシグマタウアルファタウトに由来する。この名称は、ヘリオスタットの発明者であるス、グラーフェサンデが考案したものである。 同種の装置には、ヘリオスタットの他にシデロスタットあるいはサイデロスタット、シーロスタット、ウラノスタットといった名称のものがあるが、いずれもヘリオスタットのうち特定の設計のものを指すと、される。シデロスタットシデロスタットは、19世紀中頃に、風光が開発したものがそう呼ばれた。風ーが残した論文中に、 自身が設計したヘリオスタットの見取り図とシデロスタットという名称の記述があったことが由来である。風光のシデロスタットの設計は反射効率を最大化するとともに剣道差によって大型化への道を開くもので天文学の観測用途でも使用された。シデロスタットのシデロはラテン語で星を意味するシダスに由来する。現在では 構成時に合わせて回転するヘリオスタットをシデロスタットと呼ぶ場合もある。シーロスタットはヘリオスタットの中で平面鏡を含む平面と地球の自転軸と平行な軸及び鏡の回転軸が平行でかつ回転軸が1対陽日に1に回転するものを指す。この設計だとヘリオスタットでは一般に回転してしまう反射光の視野 像の向きが回転しない。シーロスタットは1895年にガブリエル・リップマンが発表したことが始まりで普及した。それ以前の1839年にドイツのエルンスト・ファーディナント・アウグストが設計していたが普及せず、リップマンのものはその再発明と言われる。シーロスタットのシーロはラテン語で空を意味するクイラムに由来する。裏のスタットは ヘリオスタットのうち平面鏡を直行する2本の軸で回転させる装置の一般的な呼び名とされる。ウラノスタットのウラノはギリシア語で点を意味するローアルファーニューに由来する。ヘリオスタットという名称に対しては批判もある。ヘリオスタット一般は時間とともに視野が回転するので厳密には静止、固定していない。その点、構成は天光源で 光軸上にあれば動かないとみなせるので、シデロスタットの方が呼び方として適切だとするものである。しかし、発明者であるス、グラーフェサンデが、ヘリオスタットという名称を採用していたこと、また、この装置は発明後長年にわたり、最も優れた光源である太陽光を利用するためにもっぱら使われてきたという歴史的経緯により、装置の総称としてヘリオスタットが定着している。 ブリタニカ百科事典第11版におけるヘリオスタットの項の図一。ヘリオスタットの原理はすべて鏡の反射において入射角と反射角が等しいという反射の法則に基づいている。反射の法則を読み替えると平面鏡に反射される光の進路は入射光の進路と鏡の法線とが作る平面に含まれ入射光の進路と反射光の進路がなす角は 鏡の法線によって二等分される。この原理を応用し、光源の向きと光を反射させたい方向がなす角を鏡の法線が常に二等分するように鏡を配置すれば反射光の振動を一定に保つことができる。これがヘリオスタットの基本原理である。具体的な機構としては、ブリタニカ百科時点第11版のヘリオスタットの項にある挿絵の図位置、を DBC とサオデで指示する平面鏡 X を直線 AB を軸に回転させるという構成の場合を例にとれば、以上によって光源を追尾することができる。そして直線 CE が鏡 X の反射面の方線となり、かつ線分 BE の長さが線分 BC の長さと等しくなるように、サオ、DBC とサオデを調節すると光の反射方向は、 be と平行となり、この向きは時間が経っても変化しなくなる。原理さえ満たせばヘリオスタットは作れるので、その設計には無数の変形が考えられる。しかし、実際に装置として製作されるものは、特に科学的な観測や実験用途では、最も簡潔な極軸ヘリオスタットか視野が回転しないシーロスタットが選択されている。極軸ヘリオスタットは、 平面鏡による光の反射方向を極軸方向に固定する機構である。極軸ヘリオスタットの利点は設計を簡略化しやすい点にある。極軸と平面鏡、そして平面鏡の角度調節機構を備えていれば、極軸ヘリオスタットは実現できる。また、ヘリオスタット一般では視野の回転速度は一定ではないが、 極軸ヘリオスタットの場合は1時間に15度で一定しているので反射後の像の補正が比較的容易である。二枚鏡シーロスタットシーロスタットは反射面が極軸と平行になっている平面鏡を極軸の周りに日周運動の半分の角速度で回転させる種類のヘリオスタットでこの仕組みにすると像が回転することがなくなる。一方で 平面鏡の赤位方向の角度は変えることができないので、一枚鏡の装置の場合、反射光の受光部分の位置や向きが調節できる必要がある。そこで、一般的なシーロスタットは、極軸に平行な一時平面鏡と一時平面鏡が反射した光を使用者に都合が良い方向へ、誘導する二次平面鏡、二枚の平面鏡を組み合わせて使用する。 今日では2枚強のヘリオスタットのことがシーロスタットと呼ばれることもしばしばである。太陽エネルギー利用の方面では別の設計のヘリオスタットも選択肢となる。高度と方位の二軸で制御する経緯技では太陽を追尾するには非線形の駆動が求められるが工学的には最も単純化した設計が可能となる。計算機の発達によって 経緯技による追尾は十分実用的になっているので、他の方式と利点、欠点を比較した上で選択することになる。また、経緯技よりも追尾ずれの小さい方式として、回転軸の一つを反射光の目標物の方向に取る設計も採用されることがある。ヘリオスタットは太陽光が最良の光源であった時代には、顕微鏡や写真機、文光法、 光の性質を調べる物理実験などの光源として活用されていた。特に重要な応用方法の一つが固定望遠鏡への光の導入である。風光のシデロスタットでは様々な天体の観測が想定されていたが実際にはほぼ太陽観測にのみ用いられている。他に現代的な応用方法として建築における最高手段の一つ、あるいは 多数のヘリオスタットで反射した太陽光を特定の位置に集めて太陽炉や集光型太陽熱発電に利用するといった用途がある。現代天文学において科学者が研究観測にヘリオスタットを使用するのはほぼ太陽観測の場合に限られる。太陽観測ではヘリオスタットが使われる理由としてはまず 1> 鏡一枚分の光の減損も無視できない淡い目標とは異なり太陽光の強度は非常に高いので望遠鏡の前に一枚や二枚の鏡を設置しても支障がないことが挙げられる。また、焦点距離が長いことが有益な観測が多いこと、日中の観測になるため熱せられた地表で生じる乱流により像が悪化するのを避けるためには 大物レンズを地表から離した方が良いことなどから、東望遠鏡のような固定望遠鏡が有利となることも理由の一つである。研究用の太陽望遠鏡では、ほとんどの場合像の回転が起こらないシーロスタッドが採用され、固定望遠鏡は、光軸が垂直となる設計がなされているが、世界最大、合計203センチメートルの平面鏡を備えた、 ヒットピーク国立天文台のマクマスピアス太陽望遠鏡は極軸ヘリオスタットを採用し望遠鏡も極軸と平行な方向に固定されている。またシーロスタットは日食観測にも重要な役割を果たしてきた。日食に際して海域体に高級的な観測施設を建設するより一時的な観測拠点を設けた方が合理的で 出張するにも望遠鏡より、シーロスタットの方が運搬が容易であるため、たびたび使用された。太陽観測装置の例ビガネッラの鏡シドニーのワンセントラルパーク。左の低層胸の屋上にあるヘリオスタットが反射した光を、右の高層胸から張り出したカンチレバー下の鏡が反射して、仮想へ光を照射する。ヘリオスタットを最高へ利用することは、 環境への負荷が小さい先進的な証明方法として着目されている。ヘリオスタットによる最高機構は初期の設備投資が高額で運用も単純ではなく再分配をどのようにするかなど課題もあるが競合する他の先進技術と比べて乗り越えなければならない障壁は低くいくつかの商業建築物ですでに活用されていたり、 家庭用機器が販売されていたりする。イタリアのビガネラやノルウェーのカンでは周囲の山に遮られて冬場に日照がなくなってしまう問題にヘリオスタットで太陽光を反射して地上を照らすことで対策している。建築物で有名な例としてはヘリオスタットで建物内に太陽光を導入しているマサチューセッツ州ケンブリッジのジェンザイムセンターや ヘリオスタットを利用して二棟のビル間の日陰部分に日光を照射するシドニーのワンセントラルパークなどがある。フランスのオデイヨにあるメガワット太陽炉。周光部の温度は摂氏3500度になる。太陽炉はレンズや汚面鏡で太陽光を集中させて高温を得ようとする装置のことである。レンズで太陽光を集める太陽炉は18世紀にフランスの科学者 アントワーヌ・ラボアジエが実現させていたとされる。大面鏡で太陽光を集める太陽炉は20世紀前半に作られるようになり、大面鏡と炉を固定してヘリオスタットで太陽光を送り込む太陽炉も1933年には製作されていた。20世紀後半になると高温部分を大きく取れる大型炉の建設が進み、大型炉のほとんどは高軸を水平にして、 大面鏡を固定し、ヘリオスタットで太陽光を大面鏡に送り込む方式を採用している。高性能の太陽炉では最高到達温度が4000ケルビンに及ぶものもあり、高温物性の研究や高温材料の開発に利用されている大型太陽炉の中でも最大級のものがフランス国立科学研究センターのプロミス研究所がオデイヨに持つメガワット太陽炉で63機の ヘディオスタットで1830平方メートルに及ぶ放物面鏡に太陽光を送り、熱出力は1メガワットに到達、1メートル台の面を摂氏3500度まで加熱できる。就光型太陽熱発電は反射鏡で就光した太陽光を集熱器で熱へと変換し、一般的にはその熱で生成した蒸気を用いてタービンを回して発電する技術で、 国際エネルギー機関が地球温暖化抑制に重要な技術の一つに挙げている。CSP には用いる就光・集熱技術によって主に4種類の方式があり、そのうちタワー型と呼ばれる方式でヘリオスタットが就光・集熱に利用されている。タワー型 CSP は多数のヘリオスタットを用いて通常は就光等の上部に置かれる 収熱器に太陽の動きを追尾しながら、周光、収熱し、その熱で蒸気を生成して発電する。タワー型 CSP は太陽光を利用した他の発電方式と比較して高い発電効率が期待され、技術開発が進めば潜在的な競争力は高いと見られている。課題としてはまず、ヘリオスタットが設備費に占める割合が四割から五割と大きいため、 それをいかに削減できるかが挙げられる。また、ヘリオスタットの配列と運用の最適化、さらに大型施設では、ヘリオスタットから集合等までの距離が伸びて効率が低下するので、ヘリオスタットの配置範囲の最適化も、検証が必要な要素となる。タワー型 CSP は、数は多くないが、すでに商用展開されている。過去の導入実績は、 スペインとアメリカに集中している。世界初の商用化発電施設はスペインアンダルシア州に立地するプランタソラール10で2007年から商業運転が行われている。アメリカではネバダ・シュープリム近郊に面積3500エーカー、総出力377メガワットという大型施設のアイバンパ太陽熱発電システムも 稼働している。タワー型 CSP の0 1900年の大望遠鏡の構成。2が風光のシデロスタット。ありがとうございます。